皆さんこんにちは、マッキーです。今回はですね、大阪亀屋の HO ゲージのレンタルレイアウト高架線の、走行シーンをお届けできればと思います。はい、今ね、新幹線が走っているこの高架線ですね。まあ、亀屋さんというとですね、この高架線の隣に映っているこの鉄橋が非常に有名なんですが、今回ですね、私走らせてみましたけども、この高架線もですね、非常に、まあ映像を撮ってても楽しいですし、走らせても何より楽しいなというところで、結構ですね、やはりこう見どころというか飽きのこない、レイアウトだなということをすごく感じました。今回はですね、それが皆さんに少しでも伝わればいいなと考えております。はい、それではですね、これからレイアウトのご紹介をさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。それではですね、まずレイアウトの全体像からお伝えいたします。今ですね、新幹線 E5 系が駅から出発しましたが、このようにですね、まず駅を出ていくと早速こう、まあ、オメガのような形のですね、カーブを曲がっていきます。まあ、ここ、ね、こう列車が離合していくシーンなんかですね、とても見応えがあるんですけども、やはりですね、高架線ということもありましてですね、いろんな見方ができます。例えばこのようにですね、まあ、線路とほぼ平行な形で見ていく、これもまあとてもですね、見てて楽しいものがありますね。はい、そしてこちらですね、やはりまあ高架線だからできるのは、やっぱこう下からこうね、煽るようにこう見ていくような見方ですね。まあ、これはもうなんていうんですかね、もういかにもこう実際の新幹線を見るような形でですね、これはもう見てて非常に興奮してます。そして、このカーブをですね、曲がってくると列車は鉄橋の横を通りまして、この、まあ、手前に見えてます山をですね、トンネルが突っ切ってますので、そこを走っていきます。まあ、このトンネルもですね、こうやって列車が向かってくるシーン、まあ、こういったところをですね、見るのもよしですし、はい、このようにですね、列車がトンネルに向かっていくシーン、こういったところを見ていくのも、まあ、また一向かなと思います。もちろんですね、このように上から眺めるシーンなんかも非常に見どころがあります。まあ、これがさらに離合していくとですね、より見応えがあります。そして、トンネルを出てくるとですね、列車はこうこのようにですね、直線を走ってきます。まあ、今ですね、こうちょうど、列車は離合しましたけども、この離合のシーンなんかもですね、直線ならではのこうなんですかね、どうでしょうこれ皆さん、これいいですよね。まあ、そういったものが非常にこうかっこよく見れるというところが一つ特徴にもなっております。そして、先ほどのようにですね、こう下からこう仰ぐような形でですね、見るのこれもかっこいいんですよね。もう車両がこう一直線にまっすぐなっているところからですね、こう曲がっていく、クッと曲がっていくところがですね、すごくお気に入りのスポットです。はい、このようにまあ上から見てもね、もちろんかっこいいです。やっぱりこう長編成の車両が一直線になっている姿っていうのはかっこいいですよね。そして、先ほどの直線を走ってくると、このようにぐるっと曲がってきまして、S 字をですね、こうまた通過するような形で、先ほどの最初のですね、駅に入っていくというのが、これが亀屋さんの、高架線のレイアウトの全体像になります。はい、まあ、シンプルなんですけどもね、全くこう走らせていて飽きが来ないというところが非常に大きな特徴だと思います。そしてですね、この高架線の、レイアウトの見どころの一つとしてですね、今奥の方に見えてます、今ちょうど見えてますね、この高架の駅ですね、これも一つ特色だと思います。まあ、HO ゲージのレンタルレイアウトで、この高架の駅がきちんと設置されているというのはなかなか珍しいのではないでしょうか。はい、まあ、これおそらくフルスクラッチで作ってたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、新幹線がですね、こう通過していくシーンなんかは非常にかっこいいなと思います。まあ、このようにですね、ホームのところにもこう芸の細かさといいますかですね、この高架が、の、中のこう広告がですね、入っていますけども、いやいやいや、これもね、おそらくオリジナルで全てゼロから作られたんだろうなと思います。まあ、こうホームにですね、列車を止めてもいいんですけども、やはりこう新幹線とかですとですね、このように通過させていくというところもですね、大きな見どころになるかなと思います。まあ、このようにですね、
ヨーロッパ型の高速列車なんかもこの高架線にはとても似合いますね。そして個人的にお気に入りなのがこのスポットですね。まあ、ホームのところをですね、こう通過させていくんですけども、この曲がりながら通過するシーン、もう一回皆さんに見ていただきましょう。はい、いかがですか？かっこいいですよね。まあ、このような形で高架のホームなんかを楽しむこともできます。そして神谷さんのこの A 超ゲージのレンタルレイアウトですね、本当にこうジオラマの作り込みといいますか、そういったところも非常に力を入れているところが伺えます。まあ、今ね見えている古墳、まあ、この古墳の横をねこう緑色の、いいボケが走る写真も、とてもこうなんか雰囲気マッチしてるなと思いますし、まあ、このようなですね、車なんかもまあいたしゃがあったりとかですね、まあ、非常にこうバリエーションが豊かな形になっていますね。このようにバスもね本当に全て種類が違うのかなというぐらい、本当に種類がたくさんありまして、まあ、あとはですねこのようにローカル線のホームですね、ホームとあと駅ですね、駅舎もあります。これもひょっとしたら、ね、フルスクラッチから作ったのかな、どうなのかな、ちょっと私はちょっと存じ上げませんが、作ってるのかなと思います。そしてこちらジオラマですね。さあ何をモチーフにしているかは皆様のご想像にお任せします。まあ、あとこのですね、自動販売機なんかもとても芸が細かいですよね。まあ、確かにね、こういうのはね、こう高架のね、あの柱の下とかにありそうですよね。そしてこちらはですね、まあ、畑といったらいいんでしょうかね、まあ、軽トラなんかがこう止まっていてですね、まあ、この、畑からこう上を見上げてですね、新幹線が通過していく様を見るのも、これも一つの見どころですね。あとこちらですね、まあ、ちょうど右手の方に、画面右手の方にいるんですが、貨物がですね、コンテナが置いてあります。まあ、これは貨物駅といったらいいのでしょうかね。まあ、こうホームなんかもですね、設置されていまして、まあ、こういったところのね、作り込みなんかもこう、まあ、なんかいいアクセントになってるなと思いますね。そして、今ちょっと見えているビル、建物のですね、ビルといいますか、まあ、ちょっとこういったところの横にはなんと大仏もあります。はい、いやーなんかこうありがたい気分にねさせられますね。はい、ちょっと寄ってみてみましょう。はい、寄ってもやはり大仏は大仏、いやーありがたやありがたやということで、ついに手をね、合わせなくなってしまうようなストラクチャーになっています。いかがでしたでしょうか。今回は大阪亀屋 HO ゲージレンタルレイアウトの高架線の様子をお届けしました。ね、本当にこう新幹線はじめですね、高速列車を走らせるには本当にぴったりなレイアウトだなというふうに思いました。ね、今走っているこの動きの姿もかっこいいですよね。まあ、やっぱりこう高架線走っている新幹線というのがやはりまあ個人的にも、そして皆さんにとっても、まあ、いいなと思うのではないでしょうか。そしてですね、今映っています、まあ、右手の映っていますこの鉄橋ですね、まあ今度はですね、ぜひこの鉄橋をですね、自分の車両を走らせたいなと思っております。まあ、こう見れば見るほどですね、芸の細かさというか、こんな設定も、設定といいますかね、今、パトカーなんかもね、止まったりしますけども、まあ、これもね、きっと何か意図があって、こういったものも置いてたりするのかなということをいろいろと考えているとですね、なんかこう、ワクワクしてくるというか、まあ、ぜひね、このレイアウトを作った方にもですね、お話を聞くチャンスがあれば、聞いてみたいなと思います。ね、こう鉄橋の上をね、走る、あれ5パー3ですかね、そしてその奥にこう新幹線や、まあ、レールデッドが走っていくシーンというのです、まあ、なかなか見応えがありますし、まあ、本当にここがね、まあ、ある種神谷さんのレイアウトの、まあ、一つ象徴的なスポットになっているかなと思いますので、今度はですねこちらで、私の自分の車両を走らせられるなと思います。それではですね、今回は以上になります。もしよろしければですね、いいね、それからコメント、そしてチャンネル登録していただければ嬉しいです。まあ、これからもですね、東京ゲージのレンタルレイアウトのご紹介と、できればと思いますので、皆さんぜひ引き続きご覧くださいませ。それでは本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。